はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ゆいの家、インテリアグリーンシェフのコウちゃんです。今日もご視聴いただき、ありがとうございます。はい。えー、この動画のですね、説明欄には私のホームページ、本業のホームページ、そしてインスタグラムの URL 貼っております。ぜひですね、えー、ホームページの方と、インスタグラムフォローの方、よろしくお願いします。それでは早速、えー、今日のお題に入っていきたいと思います。 今日のお題はですね、子宝に恵まれたい人、必見。放置爆食系の、カランコへ、子宝弁慶層、ということで、えー、お送りしていきたいと思います。はい。まあね、子宝に恵まれたい人、必見ということなんですけれども、まあ、えー、聞き流す程度でもいいかなとは思いますけれども、えー、名前の通りですね、えー、まあ、宝弁慶層、カランコへとも言うんですけれども、 えー、多肉植物なんですね。説明欄の方にもです、ね、一応また記載はしておきますけれども、えー、弁慶草科のです、ね、カランコエという属になります。弁慶草科のです、ね、カランコエ属ということですね。弁慶草科っていったらです、ねまあそこにもです、ね、見えています、えー、これねネのなる木だったりですね。 またはですね、えっ、ー、と、まあ、この、このセダムちゃんですね。これなんかも弁慶草科なんですけども、ええー、まあね、全然形もですね、色も違うものになるんですが、まあ、同じ弁慶草科なんだよということなんですね。で、まあ、こちらのですね、えー、まあ、カランコエ、小宝弁慶草はですね、えっ、ー、と、花言葉には、えー、子孫繁栄というものがあります。 子孫繁栄ですね。結構ね、いい花言葉を持っているわけですよ。で、私のですね、えっ、ー、と、この子宝弁慶草をですね、育てたのはですね、5年半前だったのかなと思います。私のですね、えー、義理の母がですね、えー、小さなのをですね、くださって、それからですね、前、まあ、たくさんの株をですね、えー、増やして、 えーまあ、別にね、増やそうと思って増やしたんじゃないんですけども、まあ、その時にね、私の子供の二人目もね、確かに授かってはいるんです。で、えー、たくさんのね、株をですね、他の人たちにですね、えー、欲しいという人たちにあげましたけど、まあ、結構人気でですね、全部なくなりました。もうこの親株、親株じゃないんだけども、一株だけがね、残ったような感じです。えー、そうなんですよ。で、まあ、多肉植物というふうに見ていただいて、 管理すればいいので、まあたいね、管理の仕方は多肉植物みたいになるかと思います。えー、春とかね、秋のあたりはまあ日当たりのいいところでいいんですけれども、まあ群れに弱いんですよね。多肉植物系なんで、えー、群れに弱いです。なので、梅雨の時期はね、ちょっと室内に入れてあげた方がいいかなと思います。これ、これはね、クローバーですからね。この花は違いますよ。これはクローバーが勝手に外に置いてるので、これ、クローバー勝手に出てるだけなんですけれども、えー、これは関係ありません。 でですね、冬場もね、まあ、外でも大丈夫なんですよ。結構強くて、あの、霜が当たらなければ、まあ、本当、4度5度とかね、それぐらいの寒さでも外で平気で過ごします。その時期になるとですね、葉っぱがね、ちょっと赤み、ピンクっぽいね、色になるんですよ。グラデーションをしてですね、グラデーションをかかったですね、葉っぱの色になって色が変わります。缶が入ると、やっぱり寒さでですね、葉っぱの色が変わってくるんですね。まあ、いろんなね、なんか、 えー、すごい分厚いですね葉っぱをしてますですので、まあ、結構ね何て言うんだろう保湿性が高いというか水分をですね蓄える能力が高いと見ていいです茎なんかもね結構ね太かったりします でですね、そのね、えー、爆食放置系と、まあ、今ね、結構タフだということは分かっていただけたと思うんですけれども、水もね、ほとんどやることなくてですね、育つんですよね。水分1一回吸い上げたら、もう、植物の体内の中にですね、葉っぱとか茎の中にね、水分を貯める能力は高いです。 で、えー、冬場でもね、別に外に出しててもいいんだけども、えー、普通に冬越しはしてはくれます。霜とか雪はちょっとダメだと思うんですね。霜と雪ですね。で、えー、何が爆食系なのかというところなんですよね。はい。今ですね、アップしますね、ちょっと。アップにしましょう。いきますよ。これです。これね 葉っぱの一枚にね、こうやってフリルみたいに付、ね、ついてるのがありますよね。これがですね、なんと、なんとですね、一つ一つ、小株なんです。一つ一つがですね、小株なんですよ。見ててくださいね。軽く炒っただけで、こんなして取れます。これがですね、この一個一個がなんとですね、 株になるわけですよもうこのまんま、もう軽くね、触っただけで、こういうふうにして取れます。だから、風がね、強く吹き吹いたら、パラパラパラっと落ちちゃうんですね。何かが接触しても、パラパラっと落ちちゃうんですよ。でも、これでね、もう、あの、普通の多肉植物と違って、はざし、くざしして、えー、小株が、後からね、時間が経ってから出るとかじゃなくて、もうこれで小株なんですよ。すごいですよね。これがですね、 パラパラと下に落ちたらですね、もうここからもう発育が始まるわけです。もうすでにこれで小株というね、恐ろしいほどですね、これが葉っぱについてるわけなんですよね。もうフリルかっていうぐらいついてますよね。すごい数だです。これがですね、まあ、このカランコや小宝弁慶層のですね、爆食の秘密なんですね。嘘でしょと思いますもんね。 嘘じゃないんですよ。本当なんですよ。これが、これが本当に小株になるということなんですね。でですね、えー、どんな風にしてね、えー、増やしていくのかって、それはもう簡単ですよ。ちょっと待ってくださいね。一旦カメラ切り替えます。はい。えー、今ね、こちらにあるのですね、これね、実は、えくらんぼのね、種、えー、団地応答のですね、種をですね、えー、 植えてはあるんですけれども、桜もの種でね、発芽させるの非常に難しいらしいんですね。ですので、まあ、えー、この鉢にね、水をやるという習慣をね、作るためにね、ちょっと、えー、さっきの、これですね。はい、小宝草の、えー、種をね、1個、2個とかね、感じでちょっと置いてみたいと思います。もうね、普通に、本当にね、こんな、ちゃんとした鉢に入れなくてもね、ちゃんと育つんですよ。 1>, 1個2個ってねこんなしてもうこれでねこれで OK なんですよちょっと待ってくださいねアップしましたもうこれでですね OK なんですこれだけでもう根が出てきて、えー、大きくなってきます実はですね、えー、この 小株なんですけどもこれ、ね、コケとかの上でもです、ね、ちゃんと根が出てきてそこから、ね、生えてきたりしますうんだから、あんまり、ね、場所を選ばないというかこんなしっかりした、ねえー、一つ一つのポットに入れなくてもです、ねまあ、大抵の場所だったら、ね、どこでも増えてくれることができるんですね。それもですね まあ爆食放置系のですね、強みかなという感じなんですよね。タフだし、場所もあまり選ばないしということでですね、まあ、非常にね、えー、本当に増殖するという意味ではですね、もう最強かなと思います。まあだからですね、えー、花言葉がね、子孫繁栄なんていうね、えー、立派な言葉がついてもね、それに恥じない名前なんですよね。はい。まあこんな感じで,ですね、本当に子株をですね、パラパラっと もうこれでね、取れちゃうので、これをこんな風にして、1個2個と、3個でもいいんでしょうけど、置いてあげればですね、もうそれだけで OK なので、はい。えー、増やすときにはね、ちゃんと綺麗に増やしたいなというときは、こんな風にすればいいかなと思います。で、まあ、あの、なんでしょう、小さなね、庭のスペースにね、 えー、ランコこへ、えー、小え、こ弁慶層をね、えー、いっぱい増やしたいなというときは、そのまま置いいけばですね、勝手に増えますので、はい、そんな感じで思っていただければですね、<laughs> いいかなと思います。はい、今日のね、紹介はですね、えー、以上のこ、えー、内容になりますけれども、この動画がですね、良かったよという方はですね、ぜひですね、えー、グッドボタン、そして、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。それではですね、また会いましょうバイバイ